撮影始めなかったらすぐ春山整骨院の前で喋り始める連中ですね。でまた車まで撮影したらダメだっていうことが頭にこびりついて離れてないのかもしれない。撮影し防犯カメラぐらいあることぐらいみんな知ってる。その来た車はその車、ナンバー何かな、集団で乗ってる3人以上、5056、神戸ナンバーかどうかわからない。黒崎に もしかしたらコンピューターの方で以前、そこの春山整骨院の前とかで淡井圭介に喧嘩を打ってくるようなことを言ってきた連中、本人たちにそのつもりがないっていうのはもうなし。淡井圭介の結婚話をベラベラ言ってくるっていうことは淡井圭介に対するその挑発行為、喧嘩を打ってきてる。こんなにどうしようもないような状況を自分たちで作っておいて、その時の内容を、電波で聞かされてから僕が撮影したかもしれないし、あの台数がありますからね。いつ車が動いてたかエンジン音とかで、まだ車来や。順次回っと。神戸582-92-80。すぐ車たくさん集まってくる。そこも普通の、普通そこ右曲がったところ、ただ道があるだけ、家とか住宅ない。そんなにすぐそこの先通った通り過ぎた車もそうだけど、すぐに集まり始める。防犯カメラ、それぐらい誰でも知ってる。証拠残しなかったら不利になる。で、どれぐらいの連中がすぐに春山整骨院に集まってくるのかっていう。で、もう多分中に議員とか混ざってると思いますわ。元議員とか。もうこれが現実。で、自分たちのしてきたことをほったらかし。あと去年文部科学大臣が出入りしてたの見たもん。ちゃんと辞めさせてるから。でこれもうちょっと置いときますね。撮影しようと思ったら時間かかるんですよ。スマートフォン撮影できるようになるまで数秒とか。黒い車、止まってた車じゃないと思う。おいおい車の通ってる数、平日普通こんなところの道そんなにたくさん車なんか通らへん。まあ街の形状とか見てもらって、他の、何々台何々台っていうような地名があると思いますけども、そういう風なところの道で大通りでもないところ、そんなにたくさん車通るかって言ったら通らない通らない。
と今声聞こえなくなっているので、深谷に来てる人間はもう一応車で集まってくるのが、ただ今撮影してますからね、撮影やめた瞬間どうなるか。